ケダシロです。本日はオービロンやっていこうと思います。これね、結構頭使う系なんで、もしかしたらおしゃべりできなくなっちゃうかもしれませんが、まあご了承ください。いきます。褒めろ、けなせ、20点で合格。これは選んで選択してる感じが、褒めろ最高、白って最高。これね、まあ難しいんですけど、しっかり考えればできる系ばっかやから、褒めろ。ハマった、このゲームどう？ハマった。うん、一応他のゲームと比べて思考時間結構長いんで、けなせ、ボケかす。意外と脳トレになるんですよ、これが。やっぱもう僕もね、置いてきましたんで、こういう脳トレ、脳トレをしていかなあかん。意外とこれでね、脳が鍛えられるんですよ。いかんせん僕もバカなんで、もう頭悪いんで、こういうのやっていかなあかんわ。ほんま大学もエフラン行ってたんでね。はい。けなせ。このゲームどう？ダメダメ。ほんと大学時代は本当にね、アホでしたよ。もう大学っていうか、もう高校も中学も小学校もずっとアホやと。うん。頭が良かった時期がないから。大人になった今でも、バカです。なので、ちょっとでも賢くなりたいんですよ。俺はね。これはちょっとでも賢くなりたい、そういう気持ちでやってます、ゲームを。褒めろ、エッチ、いい人。もうアホすぎてね、てかアホすぎてっていうか、俺の大学自体がアホやったから、俺もアホやし、まあ、その大学に行くやつ自体もアホやん。あ、行くやん。あ、けなせか、けなせ。真面目にやりましょう。な、そのアホな大学に通ってたから、通ってる連中もアホやねんで、俺もアホやったし。な、で、そこの大学のゼミで、やらされた、何をさせられたかっていうと、100マス計算を毎日やらされてました。意味わからんくない？大学行って、大学のゼミの授業で、100マス計算ってわかる？100マス計算やってたね、100マス計算。そういう大学でした。まあ、100マス計算だけじゃないねんけど、なんか知らんけど、毎日、そのゼミある日は、やらされててんの。今でも理解できない。なんであんでも、そんなゼミ入りたくなかったしな、ほんで。ゼミとか別に入る人なかったと思うねんな、正味。他の授業受けてる方が、有意義やったなと思うわ、ほんま。なんか落胆やん。落胆ってかもう、落胆やん。そういうゼミとかって、もうだって出てるだけで単位取れるわけやからな。そういうの言ってます。コマンド入力。25点で合格。これなんだこれ。これ何これ ?A を押したもん。なるほど。なるほど。これだいぶ頭使うぞ。ちょっとこれはちょっと真剣にやるわ。コマンド入れて。A を3回。1、2、3。右を2回。1、2。おい。早になってる、難しくなりそう。1、2、3、4、5、6、7、8、1。オッケー。焦ってるとむずいけどね。 A を押したまま右。そう、オービロンはこういうステージが多いんでね、コマンド入れて1、2、3、1、2。オッケー、バッチリ、バッチリ先生。は ?1、2、3、4、2、2、2、2。オッケー。いや、むずっ。コマンド、オッケー。下押したまま A を押す。お腹すいた。順番に、上下左右。はっ、あ、上下左右か。なるほど。これ簡単。さっきの何や、上下左右か。4回しか押せてねえだろってね、これ数えろ。はっ、やべ、もう失敗できん。オッケー、ちょ失敗できんから真面目やるわ。25でクリア。これ
OK。 25でクリア。よし、上、下、下、横、横、横、OK。 A を押したまま右、1、2、3、4、5、 OK。 1、2、3、4、5、6、7、8、 OK。 OK。 いけるぞ。順番に上下、おい、わからん。じゃ左右が右か左か、左右やな。じゃむずいやんけ。真面目やろ。さっきちょっとボンミス多かったわ。ボンミスのせいでミスってる。上下左右、左右ってことは左右ね。順番に上下左右、オッケー。上下、上下、左右ね。1、2、3、4、5、6、7、8、 OK。 お前序盤のくせにむずいやんか。お前オービロンね。まあ問題は考えなあかん系やねんけど、多分合格ラインはだいぶ高いと思うね。これ考える余裕があるから、考えたらまあ要するに分かるってことやん。それゆえにちょっとクリアラインは高いね。30点で合格とか25点で合格とかっていうのが多い感じかな。まあノーミスいきましょう。冷静にちょっと片手で、両手、結構両手使う系が多いからタバコ吸えへんわ。タバコ吸えないですね。ちょ、片手で連打系やったらもう全部ねいけるんですけど。上上下下、左右、左右。これあれ、エネミーコントローラーやん。エネミーコントローラー、海馬が使うやつやん。海馬が使うカード、遊戯王の。完璧。長くなりそうやね。1、2、1、2、4、3、 OK。 A ボタン押しながらこっち、 OK。いやー、これ長くなるよ。オービロン結構難しいな、これ。お前さあ、数数えろ言うてんの、お前。やるときは、1、2、1、1、2、3、こうじゃ。数えろ。よし、せえ、よし。ちゃんと、声出し確認しろ。指差し確認しろ、指差し確認。1、3、1、2。あ、指差し確認怠るな、お前。1、2、3、4、5、6、7、8、1、OK。ご安全にじゃないね。ご安全にじゃん。ブルーワーカーのくしやがってよ。上下、左右、オッケー。はっ！なんで今見てた？え、上下、左右したで今。勘弁してくれ。ちゃう、ちゃんと言え。ちゃんと1、2、3、4、5って言え。1、2、3、4、5、6、7、8、オッケー。で、クリア。ちゃんとクリア、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、クリア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 、メンズクリア、メンズクリア、メンズクリア、クリアした、オッケー。はい、お次、まだ2個目かよ。次3個目か。カップラーメン、20点で5、これもなんかめっちゃむずいぞ。あみだくじか。あみだくじっすわ。これ20点って難しくない？やっぱオービロンはレベル上がってんのかな、まあ、意外といけるんですけどね。お前ラーメン食いたいってこういうジャンキーなさ、俺最近カップ麺全然食ってへんわ。お腹空いてくる。こうやな。完璧。完璧です。いかに素早くできるか、ちょっとこれやってみようか。え、これ25点でクリア、これ。いかに素早くできるかどうかっていうのを検証していくわ。なるべく早く。俺もね、やっぱ、これはわからん、マジで。これ、わかるわけない。これはわかるよ。
こや。賢い。今のはちょっとわからんかったって。これ20点あんの、これ20点あんのかの20あんの、これ無理やねんけど。おい、ちょマジむずい、マジむずい、マジもう、わからん、こんなんも考えてもわからん。こや、オッケー。15点にしてください、お願いします。20は無理です。20は無理です。またなんか似たようなやつあるし、なんかも20は無理です。奥さん、20は無理っす。結構むずいなぁ。きついわ。間に合ったやろ。今間に合ってましたよね。なんなの今の、間に合ったやんけ。今のミスでかいな。ちょっとあの今言ったのでかいわ。あれだってクリアできたもん。OK、 ちょっと分かってきた、パターンが分かってきた。分かりませんって、わからへんねんで。ほんまにむずい。いけた。OK、オッケー。逆算すればいいか。わかった、これさ後ろから辿っていったらわかるわ。わかったわかったわかった、これカップラーメン側から追っていけばわかる、そういうことか。やっとコツつかんだ。ほら一発できる、これコツつかんだぞ。 OK、 完璧。あと1問。お、時間足りん、時間足りん。惜しかったのに、もう頭バグる。でも大丈夫、コツ掴んだから、コツ掴んだが俺を誰も止めることはできない。完璧。お腹すいた。完璧や。ちょっとオービロンのステージマジでちょっと体力がなくなっちゃうって、これ思ってる以上にこれスタミナ使うわ。一応頭使ってるからさ、やっぱ脳が糖を欲してんねんで、糖不足や今やっぱね。炭水化物食べないと脳が回んないっすわ。まあ食べてんねんけど普通に。で糖質制限してるわけでもなんでもないけど、今日も朝パン食べましたけどね。ちょっとね、朝食べても
やもうこの時間だとお腹すくわ。こうですね。20やんな。20までいけばいいねんな。20まで。20までいけばいいでしょ。こっちね。あと何問や。かかってこいや。こっち。完璧。ちょっとオービロン長いな。長いっていうかしんどいが長い、しんどいが長続きするわ。バカかてめえ、お前。おい、コツはどこ行った、お前。お前が言ってたそのコツってなんや。どこに行ったんや。なんで忘れたんや今。頼む、簡単なの来て。全部簡単な、今から出てくるの全部簡単なやつ来て。楽勝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 、完璧、クリア確定。クリア確定。めっちゃむずいねん。20でよかった、20でよかったな。脳がパンクしそう、マジで。はい、次。プランクトン、20点。まだ20点とかばっかりや、もう。15点。15点。15点。おお、あ、10点、これ10点か。多くないですか、こういうの。これ簡単ちゃうか。これ簡単やな。これ20点な。十字キーで、プランクトンを探すだけ。何が難しいか分からへん。え、これ何これ何これ。田んぼにいそう。田んぼに、田んぼにうじゃうじゃいそう。ミジンゴってさ、こんな虫眼鏡で見れるもんな。見れへんよな、顕微鏡使うのかな。なんか三日月芋とかかな。三日月芋、これよう、これがようわからんな。これこれおんのかな。最初これミジンコやろ。これこれミジンコや。これミジンコで、でおそらくこれが三日月芋やな。三日月芋、これ3体目がわからん。これ3体目なの。これ何なんやろな。アメンボの妖体みたいな。まあ、これ20やったら全然ええわ。箸休めかな。箸休めステージ来た。ちょっとなんか楽なんないかね、ちょっと。A 連打でいけるやつないか。 A 連打でクリアできるない。 A 連打でクリアできるやつだと出てきてくれ。暗いゴアみたいな。一瞬ちょっとタバコ休憩入りたいわ。タバコ休憩、ヤニ休憩入らせてくれ。もうこれクリア確定やね。オッケー、ちょっと休憩するわ。ちょっと頭使いすぎてマジでしんどなってきた、ほんま。頭使いすぎた。オービロンのステージ意外とむずいな。ノートレになるかなと思ってちょっと期待してたんけど、それ以上に負担がすごいわ。脳みそが、いやー、脳みそがちょっと、19になってるんで。おい、お前何してんねん。お前何してんねん。お前もうアホやん。お前ってアホって言われへん、よく。バカやん。ちゃんとやるよ、お前、ほんまに。どんだけ大幅に時間ロスしたと思ってんの、今。分かってんのか、てめえ。許さんぞ、お前。
なんで失敗したんかね。ちょ、慢心すんな、マジで、ほんと。慢心良くないよ、ほんとに。お前が慢心することによって、世界が、滅亡の危機に瀕している。よし。てか、やばいな、これ。4つ目か、今4つ目か。4つクリアするだけで、20分かかってます。オービロンやばいわ。やっぱちょっと難易度がさ、もう運ゲーじゃないやん、これって要は。もう頭使えば誰でも解けるステージやからさ。それゆえに、ね、健常者やったら誰でもクリアできるやん、こんなステージ。それゆえにさ、合格ラインがやっぱ高い。そして1回ミスすると、こうやって大幅な時間ロスになるという。きちいっすわ、マジで。超きつい。それ簡単やねん。やってることは簡単やねんけど、同じことを繰り返すってほんまに苦痛やねんな。ほんとに。わかるかな？まあ、世の中ね、でも同じことの繰り返しの方が楽っていう人いますけどね、なんか。なんか、例えば LINE 校とかさ。俺、ある日の絶対悟らけんから、ああいうとこで。しんどすぎて。絶対あんなんもう、精神崩壊すると思うわ。工場とかで働いてる人、ようおるけどさ。流れ作業みたいな。絶対できへんわ、あんなん。いや、あんなん俺絶対できへんわ、もう。昼か夜かもわからんさ、もう朝にさ、出勤して、帰る頃にはもう夜、外真っ暗になってんやろ。ストレスで死ぬと思う、多分そんなんしたら俺。ここまで20分です、ここまで。えぐいな。なかなかえぐいね。迷路。ちょっとできる範囲でやっとくか、ちょっと。できる限りやるわ。でも、これ15点。なんでんすよ、これ。ちょっと一回見ていいっすよ、もう一回。これ15点か。見ろっつってんの、お前。15点か。15点だよ、分かった。15点やったら大丈夫。これ20とかされたらほんまに発狂してた。厳しいね。苦しい。ギザ苦しいっす。一旦休憩して、ヤニ休憩したいんですけどね。なかなか時間は俺を待ってくれないんだ。だから進むしかねえ。止まるんじゃねえぞっていうね、名言がありますけど、まさにそういうことですわ。あぶね、今積んだ。スタックした、スタック。これさっきと一緒やん。パターンは決まってるな。パターンは決まってる。いやー難しい。あぶね、今なんか入れ違いになった。いけるな、もうほんまに考えたら全然いけるわ。余裕ですね。はい、余裕。はい、もうクリア確定。オッケー。もういいでしょ、ちょ、一回休憩、ちょっと一回やり休憩するわ。一回やに休憩しよう。ちょっと見とけよ、これ。失敗になるかもしれんからな。はい、残り確定ね、これクリア。ちょ、次連打系がいいな。連打系、もしくはちょっともう AB ボタン以外使わないゲームないっすかね。ちょっと両手ふた、片手ふたがっちゃってんで。カエンドダウン、これ数数えるやつや。4人ね、OK。4匹。
これ15点か。え、8これ。いや、諦めない。6やん。えい。それにすんねん。俯瞰で見た方が分かりやすいかもね。いちいちこの1匹見つけたって押さずに俯瞰で見て押した方がいいかもしれない。そっちの方が分かりやすいわ。うん、絶対これの方がいい。今早いって、結果発表が。ちょっと結果発表早いって。今7って分かってたもんね。あー、間違えた、これ絶対間違えた。最悪や。俯瞰で押してると時間切れになります、これ。ということは出てきた瞬間押さなあかんちゅうこっちゃな。そういうことだろ。あ、間違えた、絶対楽やこれ。もう一回やりなさい。ちょっと冷静さを変えた今。このあと3つだけやって終わろうか。まあ、アホなん。ヤニスって落ち着こう。ヤニスって1年。オッケーオッケーオッケー。そういうのでいいよ。もうずっとそういうの来て。そういうのでいいんですよ、もう。1、2、3、4。て数えよう。口に言って数えればいける。1、2、3、4、5。へい、おら、しゃおら。1。これ焦って2回押しちゃったらね、負けなんで。1、2、3、4、5。完璧。1、2、3、4、5、6。完璧や。1、2。行くぞ。1、2、3、4、5。天才すぎる。いった、これ数える。言ってやろうやお前。1。交通警備員とかでさ、なんか歩行者の数とかやってるやつおるやん。これカチカチして絶対適当やんな。もし俺があのバイトしたらさ、5や、間違えた。もし俺があのバイトしたら絶対適当に押す自信があるわ。うん、適当に押してもバレへんし、だって絶対大学生とかにやらしたらさ、絶対適当にするよな、あれ。はい、休憩。ちょっと一旦休憩しよう。あんの絶対、じゃあおっちゃんとかなんか真面目にやるやん、ああいうのって。意外とおっちゃん連中で、意外とああいうの真面目にすんねん。アホやから。絶対真面目にせえへんけどな、俺がやったらな。はい、後ろ姿15点。これはちょっと A 連打じゃないな。虫歯、こっちだけやろうか。ここ15点やんな。正社員になってから真面目に働いたこと一度もないくすからね、ほんま。真面目に働いたっていうか、いや、真面目にはやってるけど、なんか手抜くとこはちゃんと手抜いてるっていうか、例えばさ、俺前の職場が、これどこや？わかんねえ！はぁ、そこかよ。前の職場でね、そういう、総合職だったんですけど、
まあ、そこでマーケティングの一環としてビラ配りみたいなのさせられたことあったんですけど、ビラ配り、こっちか、ビラ配りっていうなんかまあポスティングとかそういうのやらされてんけど、ここじゃない、ここやんの、ここやんの、違うん、うわそっちか。もうほとんど捨ててたからね、チラシ全部9割捨ててた。絶対行こう、絶対行こう、オッケー。9割捨ててましたから、チラシなんて。あの真面目なやつアホやで。あの真面目にやるやつがアホやね。俺が不真面目なんじゃなくて、真面目にやるやつがアホやね。はっきり言うてな。うん、そんぐらいの給料しかもらってなかったから。手取り16万で、なんで真面目にビラ配りしなあかんのですかって俺は逆に聞きたいの、そういう。罰が当たると、それでね。そういう、ふざけたことなんかしてると罰が当たると。罰が当たるんですよ。そういうことや。いや、わからんわからんわからん。こうか、あー、クリアしてる、待って、クリアしてた。何これ、10問でクリア、これ。あ、10点クリアか、よかったよかった。じゃあこれラストいきますか。後ろ姿15点で合格。あ、だってあー、なるほど、鏡になってるっていうことな。まあ僕ダンスやってたんで、それ鏡越しで覚えろみたいに言われた。違うやんけ、お前ちょっと違うやんか。こうじゃないの、これ難しい、ちょっと難しいわ、ちょっと待ってむずいわ。これは簡単、左右対称やからね。左右対称は簡単。キョッ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 、これ15点か、鬼畜やな。オッケー。ダンスやってるとね、それ鏡越しにダンスを覚える、その振り付けとか覚えるっていうのがあるんで、割とねいけますよ。これちゃうの、オッケー。これは簡単、もう頭の形が違うから。いや、違うんかい！難しい！こんな難しいのがあとこんなにあんのかい！冷静にやろう。雑談禁止で。雑談禁止するわ。ちょっと真面目にやらせてくれ。本気でいく。これ？いや、マジ？やり直して、ちょっと一回やり直して、冷静になろう。いや、あかんか。これはわかる。うん、頭の形が違うもん。これは、うん、これも頭の形、これも頭の形がこいつだけ違うから。これは分かりやすい、比較的。ギザギザね、ギザギザこっち向いてて、こっち向いてて。下向いてる。こや！よっしゃ！今のはファインプレイ。オッケー。さっきの、あの、Q 様やったらファインプレイ出てますよ。よっしゃ、いや、考えたらいける。マジ、考えて冷静になったらいける。よし、広瀬が取るよ。こっち。これや。オッケー。ふぅ。いける。ギザギザでこうか。よし。両手がこうなってて。よし。
時間いっぱい使っていこう。あーミスった。こや、いえ、間違えた。これ今の考えたらできた。完璧。簡単なやつ、簡単なやつ。これ、ああ間に合ってたわ、くそ。次で決める、これで決める。OK。 頭使え、マジ頭使え。振り返りしろ、頭振り返りさせろ。これ OK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 。 これ簡単。頭をしっかり振り返りさせろ。こっちやな。オッケー。最近ルービックキューブってあるやん。ルービックキューブを全クリしたいんですよね。あの結構前に動画出してさ、ルービックキューブの動画出したやん俺。あのルービックキューブをしっかり自分で力でやろうかなっていう、そういう目論みがあるんですけど、全然できませんね。本当に難しすぎる。ルービックキューブできるやつすごいな、ほんまに。俺全面揃えたことないねんけど、あれちょっといろいろてかネットで調べてさ、やり方とか調べてんねんけど、それでもなおわからんからな。これやんな。 OK、 これは簡単。よっしゃ、これボケ防止になるわ。お年寄りの人やった方がいいと思う。てかゲームってさ、個人的な意見やねんけど、ゲームってやっぱ固形防止になると思うで。ごめん、今の普通にミス。このコマンド入力ミス、今の。いや、もうクリア確定、もうクリア確定。ゲームってやっぱボケ防止になると思うわ。うん、はい、いけました。いやー40分で2列しか終わらんかった。これ絶対むずいで、これ歯車やっぱ10点やね、これ。え、次回残りやっていきます。まあ言うてこことあとね3つだけなんで、やっていきますわ次回。女じゃあ、お疲れ様でした。今日は頑張った。